今回の動画は iOS12 から使えるようになったショートカットアプリの使い方について簡単にご紹介をします。でこのショートカットアプリなんですけどもこの iPhone で行ういろんな操作ですね、まあ、これをですねショートカットとして登録をすることによってですねこのね1つのアプリ上でいろんなですねこの iPhone の操作をですねこのワンタップでできるようにするためのねアプリになります。 で、このショートカットアプリはですね、iOS12 に、ね、アップデートしてもですね、自動的に入るアプリではないものですからこの App Store の方にに、ね、来てもらってこのね、えー、検索のところでショートカット、ショートカット、カッこれでね、検索をしてみてください。はい、えー、そうするとね、このショートカットというアプリがね、検索に引っかかってくると思いますのでこれでインストールをしてください。はい、は、えー、それではね、今回このショートカットアプリを使ってですね、簡単にね、その使い方の一例をお見せしたいと思います。 じゃあ今回はですね、えー、Google のアプリからですね、特定のサイトを開くとい、えー、ったような、ね、ショートカットを、ね、作ってみたいと思いますんで、えー、アプリ起動するとね、こういった画面になりますんで、ね、まずはこのショートカットを作成というところをタップします。はい、えー、そうするとね、こういった画面になりますんで、まあ、今回はですね、その特定のサイトをね、開きたいので、ま,あ、まずはそのね、サイトに URL を入力をしないといけませんので、この検索のところをタップして、えー、URL というふうに入力をします。はい、そうすると今、この一番下のところですかね、この URL というのがありますんで、こちらをタップします。 はい、では次にこの URL のところにね、その開きたいサイトの URL を入力をします。今回ちょっとあらかじめね、もうコピーしてあるんで、このペーストでやりますね。これで、今度上のこの再生ボタンみたいなマークのところですね、三角のボタンのところをタップします。 はい、そうするとね、まあ、これで URL が入力をされた状態になります。でえー、続けてですね、まあ、今回は Google の Chrome を使ってですね、このサイトを開きたいと思いますので、もう一度検索のところをタップをしてこと、ね、下に下がってもらうと、このアプリのところにね、この Google の Chrome がありますので、こちらをタップします。はい、そうするとね、この Chrome で URL を開くっていうのが出てきますので、この文字のところをタップしてください。 はい、そうするとね、先ほどの URL の下のところにですね、Chrome で URL を開くっていうのが追加されました。まあ、これでですね、今回のショートカットはね、完成になりますんで、まあ、右上の完了のところですね、こちらをタップします、はい。これでですね、このライブラリの方にね、このショートカットが登録された状態になりますんで、じゃあ、このショートカットのところね、ちょっとタップしてみますね。はい、そうするとね、こういった形でですね、このね、入力をした、このね、サイトの方がですね、このワントアップでこのショートカットから開くことができましたということですね。 はい、えー、といったことでね、まあ、今回は簡単な一例をお見せしましたけども、まあ、この登録の手順はね、ちょっと最初ね、えー、若干ちょっと面倒に感じるかもしれないですけども、まあ、一度登録するとね、ワンタップでこのね、他にもいろんな操作ができるようになると思いますんで、まあ、ぜひね、えー、こちらのショートカットアプリですね、えー、使ってみてもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。